10月1日木曜日、衆議院議員の原口一郎です。 A に引き続き B です。ごきげんよう。書き込めますかね。おはようございます。今日はですね、 GoTo キャンペーンよりも消費税減税廃止をとまずお話をしたいと思います。もうやっぱりですね、中央にお金を集める、この集め方、この30年間の停滞の日本、これ消費税の30年と全く重なるわけですね。で、風天の寅さんの今番映画をですね、ずっと見ていて、すっごく豊かですよね。なんていうかな、せこせこしてない。で、余計なそのものがない。寅さんはですね、まあ本当にこう、時々お家に帰ってくるわけですね。自分の家に、おいちゃんおばちゃんのところにですね。それからさくらさん、ご主人のひろしさんが勤めるその朝日印刷っていう名前なんですね、タコ社長のところ、それがトレーヤの裏にあるんですね。で、そのあったかいその帰るところがあると。で、その帰るところ、それからその商店を通したなんていうかな、もうコミュニティ、みんなのその人の輪がある。なんか困るとですね、その開け放たれたそのお店の入り口からみんなが入ってくるわけですね、心配そうに。で、精神的支柱になっておられるのが、竜智秀先生が演じられるお寺のですね、本当に帝釈天様の住職さんなんですね。玄ちゃんっていうその寺森のですね、人も本当にこう描かれていて、みんなにこの居場所があるんですね。帰るところがある。で、その温かいものをですね、ぶち壊してきたもの、それがまさにこの新自由主義のディメンターでありですね、この消費税だと思うんですね。そのじゃあ税収が上がってきたかというと、上がってはないわけです。それを逆に、その消費税の社会的インパクト、経済的なダメージを回復させるために、他のところで減税するわけですね。例えば企業減税、それから所得税減税。これ、結局直間比率っていうですね、直接税と間接税の比率を変えたのはいいけども、それと同時に、その格差を広げたわけですね。辛い人たちが余計辛くなると。で、それは日本社会は力を失うんですよ。力を失っていく。このことからしても、今日から GoTo キャンペーンですね。もう本当にその各ステージについて昨日指数を出してますね。ステージ3と4の間ぐらいですね。で、東京がまさにその陽性の比率が20を超えてると。その時にやりますか。本当にその昨日もイヤリングで言いましたけども、いい加減にしたらどうかと。で、どうもですね、これ感染しても大したことないって、また昔のあれに戻ってる感じがしますね。で、それは片方でですね、これから秋に向かってそのインフルエンザ、だいたい100万人、じゃない、失礼、1000万人が日本でかかる。そうすると熱が出る。去年は700万人ですね。で、熱が出る。で、熱が出たらコロナかもわからんと思う。でも、帰国者センターに言ったってもうパンクする。保健所もパンクする。だからかかりつけ医でやりますよって昨日言ってましたね。その新たなルートを作んなきゃ、それは、裁けないわけです。でもその、じゃあその裁き方どうするんですかと、いまだにまだ結論が出てないわけですね。で、昨日私は、内閣府、それから厚労省の専門家会議の分科会だとかアドバイザリーボードだとかいっぱいあるわけですね。それを整理した、整理した絵を持ってきてくださいって言ってましたね、先週。
で、わざわざ一昨日ですね、厚労省の国会担当の方にですね、来ていただいて、分かりましたっていうことだったんですが、なんと内閣府から出すやつを昨日忘れてたみたいですね。それから、持続化給付金について言うと、昨日のちょうど9月30日のですね、9月30日の23時59分でもう、書類を、平成18年、あ、に、失礼、2018年度のその確定申告書類とかですね、そういう新たなハードルを設けて、昨日の、要するに今日の日付が変わるまで持ってこなきゃダメだとやってたのを昨日指摘したら、9日まで延ばしますっていうわけでしょ。昨日共産党の笠井さんがヒアリングの直前にですね、行き先切って来てくれて、でこの問題をぜひ取り上げてくれと、いやもうこの間のズームミーティングで私取り上げてるんですね。で昨日それを正すわけです。でその根拠何ですかと、なんで新たにねハードルを設けるんですかと言ったら、それも答えられないわけでしょ。だからね、本当になんていうかな、この劣化した官僚組織、もう今方もですね、阿久津さんにははい良い質問をしていただきました、原口さんはもう黙っていていただけませんかと言わんばかりの、あなた方がこんなのを求めたから、貴重な手を止めて、しょうもない資料を出したんですよと言わんばかりのことをですね言うんで、もう名前を記録 して何かを仕返しをしようなんて思いませんけど、よほど強い縛りをですね、方ももう最初来られた頃はすっごく誠実に答えておられたんですよ。だから方に、ああ言っちゃいかん、こう言っちゃいかんという人の圧力があるんだと思うんですね。方自身が悪いっていうよりかですね、そうですね、本当にこういろんなものを無視してやってきてるわけです。でもうそれに近いのがですね、この携帯料金4割引き、メーカーが、キャリアが言うんだったら分かりますよ、そうやりますと。でももう今現実にですね、これもスマホやってますけど、これ Wi-Fi さえあればもう片落ちの片落ちの片落ちでも、この機能ありますよね。つまりもう若い人たちを中心に安い携帯って出てるわけですね。で何を根拠に、どういう数字をもとに、なんで4割なのか、何の法律のもとにいくかっていうのをですね、ぜひ聞いてみたいもんですね。ワクチンについても国民に無料で接種してもらうと言ってますね。でこの人たち、そのアメリカとかの議論を聞いてないのかなって思うんですよ。今アメリカそれでウェアしたいの大騒ぎになっていて、そのワクチンがすぐ完成するっていう、そのトランプ大統領と、いやそんな簡単でないと言ってる CDC と真っ向から対立してるじゃないですか。そしてその安全性についても、この一重螺旋構造の RNA ウイルスでそのワクチンを打つっていうことのリスクも、そうですね、格安シム1000円でありますよね。本当にそのそういうことを考えてみてもですね、根拠は何ですかと。昨日も日本製のワクチンにお金払うかと、ちょうど10年前は2009年はその外国産のワクチンだけ、やったと言ってましたね。だからもうそれもキャッシュディスペンサー代わりにされてんじゃないんですかと言ってるわけです。で本当になんていうかな、皆さんですね、これをその日本の内側からだけ見るのをやめて見てください。例えば今僕がやってるように、まあ、朝の 2時とか3時に起きてね、アメリカの人たちと話せってそんなこと言ってんじゃないですよ。そうじゃなくて、たまにはそのそっち側から見る目もね、
あの見てみたら、ああこの人たちが何を強いられていて、強いられてとあえて言います、自発的にやってないのかっていうのがよく見えてきます。つまり保守だと言っていても傀儡保守は日本を保守してないっていうことをですね、もう声を大にして言いたいですね。傀儡保守は日本を保守をしていない、守っていない、守っていないどころかですね、売り渡してる。それからの銀行規制についても、昨日ニュース藤原先生が機関銀行化するんじゃないかって書いてありましたね。機関銀行っていうのはですね、分かりやすく言えば何かな、特定の個人や特定のその機関のためにですね、設けられる銀行ですね。で、機関銀行化するんだろうと思いますよ。その懸念を拭えないと思いますね。というのは、出資規制を、銀行の出資規制を緩めるっていうわけでしょ。で、この緩める、それは苦しいからでしょ。つまり何をやってるかというと、この中央銀行バランスシートバブルって言ったら皆さん何のことかお分かりですか。中央銀行がですね、バン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  ETF も買い、株も買い、年金も買い、バン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 国債も買ってですね、バランスシートって言って、まあ、クジラを想像していただければ、その図体をボン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 でかくしていったわけです。これがアベノミクスの正体です。で、バン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 でかくしていって何をやったかというと、株を買いまくったわけです。だから、株を買いまくって完成市場、PKO って言うんですね。PKO。ピースキーピングオペレーションっていうのをやってですね、一部の人間だけが大儲けをするということをやってきた。で、そのツケは必ず出てくるわけです。半値八掛け2割引きでですね、その暴落していけば、そう、虚構の株高の中で、虚構はいつまでもその実体経済が伴わなければ、それはいつかは破裂するわけですね。で、その破裂したって、まあ、特にもう去年、一昨年ぐらいから、地銀は大変厳しかった。で、その厳しい中をですね、今度あれにするってわけでしょ。で、地銀の再編をやるっていうわけでしょ。そしたら何が起きるか。みかん箱を見てみてください。みかん箱の中に、その腐ったみかんが入ってると、他のみかん腐りますよね。で、そのみかん箱が、例えば10個入りのみかん箱だったら、腐ったみかんは10個で済むんでしょ。ところが20個入りだったら20個腐っちゃうじゃないですか。だからもう本当にありえないっていうことをですね、だから A で申し上げましたけども、明るく温かい社会を作って、そして私たちが持ってる力を引き出すだけでいいんですよ。経済政策、金融政策、わけのわからん、もうそのなんていうかな、なんとかミックスとか言ってる時はですね、カタカナ語を使っているときは、大体変だと思ってみてください。ある市がですね、市をなくして、なんか二重行政を統合するとか言ってるところがありますけど、その市長さん。そこ、政令指定都市なんですよね。政令指定都市をなくして、区にしてどうするんですかね。自分たちが、私大臣のときに、基礎自治体に権限、財源をずっと動かしてきました。で、それを、なくすっていうんだったら、政令指定都市なくしたらどうなります？いや、それでも、そういう町に住みたいですか、皆さん。いや、本当にね、なんかな、どうしちゃったんですかっていう。いや、逆に、道州制、私は道州制、積極的に導入するっていうのは、その賛成じゃないけども、二重をなくすっていうんだったら、府県をなくしてですよ。府の方をなくしゃいいじゃないですか。なんでわざわざ小さい区にして、そこに区議会をもう打ちますか。だから、どうぞ、皆さん、私たちを守る。私たちが、しっかりと、一人一人がですね、ショコラさんが挙げてましたね。今私が言ってる町の名指しをしませんけども、
公園がどんなゴミだらけで汚くなってるかと。で、それを上げてたら、それはフェイクだろうと言ってて、そんなのフェイクにしてどうしますか。この公園をですね、今私がその荒れ果てた絵にするためにはどんだけ大変ですか。こんな綺麗な公園をですよ、あのわざとフェイク画像にするって、そんなあのくだらんことを やるわけないですよね。だからいろんな行政サービスが滞ってるんだろうなって思いますね。じゃあ皆さん、今日もですね、この後あの国会行ってですね、いろんな方々とお話をいたします。桜を見る会ね、本当にね、どうぞ良い一日を。これはそうですね、おなじみレンボーノックアウトですね。綺麗ですね。じゃあ、あのさっきもう疲れた諦めるっていうあのあれもありましたけど、疲れたら休んで、疲れたら休んで、疲れたらゆっくり息を吐いて、そして綺麗なもの、良いもの、それから隣にいる人に手を当ててみて、楽しく、そうですね、元気で頑張っていきましょう。じゃあ、立憲民主党の田口和弘でした。あ、それとですね、野党合同ヒアリングは国民民主党の場合はあの私が自らやんなきゃいけなくなってたんですけども、それをあの今度立憲民主党になって、立憲民主党は新しい立憲民主党はあの党であれをその組織的にやってますんで、次あのうちの映像は個人としての映像ということになっていきます。議員個人の活動と党の活動、まあそれしっかりと分けるっていうのも大事なんですね。ただまあこんだけ人が少ないと、それもなかなかあのどっかどこまでってやりません。まあしかし頑張っていきたいというふうに思います。じゃあ、このレインボーノックアウト、雨の日レインボーノックアウトで病気とか災いをノックアウトしましょう。ごきげんよう。ありがとうございます。今日中秋の名月ですね。ねえ、これじゃあ厳しいかも。じゃあごきげんよう。月が名月見られますように。ありがとうございます。教えていただいて。